PT 協会の e ラーニングから、100年ライフと PT、2050年の女性の平均寿命は90歳、100歳以上の人口は2000年1万2000人、2010年5万1000人、2030年11万人、30年22万、40年33万、50年52万。古代より人間は長寿を求めてきた。日本は夢であった長寿社会を達成した。長寿は国家財政を大きく圧迫した。従来の3ステージ時代からマルチステージ時代へ。活力資産というのは健康と幸福感のこと。高齢社会における健康の定義が大事である。日本の社会保障は、自らの健康は自ら維持するという自助が基本である。ノーマン・ダニエルズのジャストヘルスですね。健康という言葉が持っている政治的意味を理解せよ。人間は孤立して生きていけない。集団化していくためのものである。セクハラ、パワハラといってすぐに壁を作りたがる人たちがいる。生きがい感の方が幸福感より自我の中心に迫っている。生きがいの多様性ですね。未来思考的生きがい、現在思考的生きがい。これらを失うと未知への恐怖におののいてしまうと。幸福感について、ソクラテスは自身としての善。シュバイツァーは使命感。ユージェニー・ドゥ・ゲランは独立性の逆であると言っている。意識界の非日常的幸せと無意識界の日常的幸せ。幸福とは日常の安定安心の基礎の上に成り立つ。西洋文化は意識障害の人を聖者として扱えない。捉えない。だから臓器移植医療が発展する。人の一生涯にわたって関わる仕事はあまりないと。サービスを提供する側にも生きがいがなければならない。ICF と SPDCA サイクル。オーダーループ。ICF の F とはファンクショニング、ディスアビリティ&ヘルス、そして上田の ICIDH、機能維持、廃業予防や心理的支持の観点で歩行練習を継続することもある。FIM は5点以下は PT で、できない、これを、できないからできるに変えるのが、フィジカルセラピーの役割。FIM5 点以上であれば、ナースや介護福祉士、これをできるからしているにするんですね。問題なし、プラトーであれば、介護福祉士ですね。これがお世話、見守りをする。残存機能、能力を見つけるために、FIM7 から見ていくのが PT である。そして管理の8機能ですね。マネジメントサイクル。SPDCA というのは、サーベイ、調査が最初であるということ。リハビリマネジメントで必要とされた概念であると。ウーダループは、並法として発展した。アブザーブ、観察。オリエント、情報収集。ディサイド、意思決定。アクト、行動。次世代の最強組織に進化する意思決定スキルがウーダループである。バックトゥビューシスというのは、バックトゥビューシスというのは原点回帰。呼吸循環整理から。酸素は組織のミトコンドリアでエネルギーを使うのに使われる。ワッサーマンの歯車は外呼吸と内呼吸ですね。吸気というのは外肋間筋を使うと。呼吸だったかな。ATP はアデノシン三リン酸。肺胞の進展受容器。末梢性化学受容器。末梢性化学受容器は、頸動脈小体と大動脈小体ですね。無意識の安定した呼吸をヘーリングブロイエル反射という。声帯は酸素よりも二酸化炭素への感受性が高い。肺循環時間は4から6秒。換気血流比というのは VAQ のことですね。運動をすると肺の血流が増加するので、呼吸が浅くなるとともにガス交換エリアが拡大する。赤血球内のヘモグロビンの酸素親和性というのは酸素乖離曲線ですね。運動中に右方変異し、これを飽和効果という。無酸素性作業域値はアナエロビックスレショルド AT ですね。VT というのはベンティラティショナリースレショルド。LT というのはラクティックスレショルド。VT は呼気ガスですね。換気性作業域値。そして LT は乳酸性作業域値。OBLA はワンセットオブブラッドラクテイトアカミュレーション。血中乳酸の濃度が4ミリモルパーリットルを超すポイントですね。これらは血液。運動すると交感神経緊張が主に内臓血管を収縮し、内臓貯留血が静脈管流量に動員される。ハートレートが増加した場合には、心臓は主に拡張器の時間を短くすることで対応する。拡張器には左心室への血液充満と冠動脈への血液流入が行われる。すなわち運動すると心筋虚血のリスクになる。静脈で心拍出量が減少する。脳虚血や倦怠感、しびれが起き、めまいや失神する。レニンやニコチンによって血管が収縮すると血圧が上昇する。パルスオキシメーターは日本光電工業の青柳拓夫さんが開発した心臓の動脈血を測る装置で、動脈のパルスの影響を取り除く改良を進めていたと。
この拍動自体が血液の情報を持つことに気づき、拍動を利用してサチュレーションを測定することを考案。麻酔中の酸素不足による医療事故が多発したアメリカで、LED などの新技術によって小型化され、急速に普及した。大分フィジカルセラピーから、付随筋は単核である。平滑筋は内臓筋とも言われ、胃や腸を動かす。乳酸をほとんど蓄積しないと。T 管というのは横行召喚、近接というのはサルコメア、これは Z 体から Z 体が1単位。神経支配費というのは筋繊維の数。興奮収縮連環というのは EC カップリング。エクシテーションコントラクションカップリングですね。我々の生活の中で筋収縮はほとんどがこの強縮、飽和状態によって行われる。白筋は解凍系、赤筋は酸化。無機リン酸が疲労物質。TCA 回路は、奥井麻子不倫で覚えようと。長時間運動の疲労は乳酸産生が原因ではない。長時間運動によって糖の貯蔵量が減れば乳酸もできにくくなる。糖は筋グリコーゲンが中心なんですね。乳酸の作用として筋肉からのカリウムイオンが漏れ出すとことによる筋収縮の低下予防ですね。そして血管新生の促進、ミトコンドリアの新生、遺伝子発現の調節。筋疲労は筋グリコーゲンの低下、リン酸とカルシウムの結合力低下、筋肉からのカリウム放出、脱水、体温上昇、活性酸素ですね。疲労はもともと個体レベルの大きな現象である。運動学習について、学習効果の有無は保持テストで判別できる。明示的学習と暗黙的学習、手続きか自動化によって暗黙的学習に、いけると。そして再記述化してまた明示的学習に戻ることができる。固定化というのは競合する運動からの干渉がなくなること。適応というのは小脳系ですね。連続は規定核系。リハビリテーションは適応的運動学習、フィードバック誤差学習ですね。フィードバック制御からフィードフォワード制御へ、これは内部モデルの修正による。明示学習は意識的に目標を変える。強化学習は高い報酬を得られるようにする。仕様に基づく学習とは運動の履歴に基づいてバイアスが構築される運動のこと。これらを意識しながら運動指導せよ。リハビリは運動学習の一部である。臓器連環について、人を見る PT から疾患を見る PT へと交代していないか。リスク管理について、R に気づく、 R を確認すると。そして、R の評価、重み付け、 R の変化に気づく、 R が生じないように工夫する、 R を管理する、センスではなく多臓器の情報を集めるようにする意識の問題であると。腎臓の機能を補おうとするホメオスタシスが働くと、ナトリウムイオンの再吸収が促進され、体液潮流が増え、浮腫や心負荷が出てくると。1分間で5リットル程度の心白質量が必要である。フランク・スターリング騎乗ですね。悪化の兆候に気づくことが大事。理学療法を撤退するという勇気ある判断ができるようになろう。前に入院した時の初期症状に注目することで気づくことができる。心臓の病気の悪化の兆候の所見が、血圧やサチュレーションではなく、のような多角的所見ではなく、呼吸がだんだん苦しくなったという自覚症状である場合もある。大体内服していた、自分なりに気をつけていたという患者の話は注意して聞く必要がある。肺うっ血による呼吸困難ですね。そして心臓腎貧血シンドロームというのがある。腎はエレストロポエチン生成の低下し、循環血小流量が増加すると。エリスロポエチンというのは骨髄増血能がある。腎機能が悪い人ほど予後が悪い。貧血も同様である。CKD のステージが進むと心房細動も発症しやすくなる。これによって脳塞栓ですね。腎と心臓と脳の連関です。AF の人は BPM の上昇に注意しようと。AF は抗凝固薬で血栓を予防する。ワルファリンや DOAC を飲むと。ダイレクト&アンチコアギュラント。副作用として出血する。AF と認知症は関連するですね。これは心脳連関という。ワッサーマンの歯車について。骨格筋、心筋、呼吸ですね。骨格筋、心臓、呼吸。骨格筋と心臓の間は末梢循環。心臓と呼吸の間は肺循環ですね。多臓器への配慮は注意義務であり、PT が持つべきコアコンピテンシー、核となる能力なんです。そしてエビデンスベースドフィジカルセラピーについて。ガイドラインというのは基本的には選択肢が2つ以上の場合に文章化される。その上でスタンダードが決められる。
エビデンスが明らかになっていない個別性は、個別性かどうかも判断できないと。患者さんが自分の状況を伝える能力を持っているとは限らない。EBM はその時に手に入る最もいいエビデンスが大事。必ずしも RCT ではなく、症例報告もあり得る。エビデンスピラミッドにおいて、RCT よりもメタアナや SR、システマティックレビューの方が上と。エビデンスレベルは、比較の妥当性で決まる。比較することができているかどうか。希少疾患ではなく、希少疾患では RCT は行えず、専門家の意見も大事なエビデンスの一つである。エビデンスがないという言葉自体がほとんどがありえないと。診療ガイドラインは患者アウトカムを目指したものであり、療法士ドライブンではない。患者の意思決定も支援する。ガイドラインの臨床化によるフィードバックも大事。ガイドライン利用者もガイドライン作成のプレイヤーである。CQ というのはクリニカルクエスチョン。バイアス計画、観察研究や症例報告でもシステマティックレビューはできる。効果量は最低限 0.2 は出したい。95% 信頼区間の下限値が 0.2 を超えていない場合はあまり有用ではないかも。そして出版バイアス。エビデンスレベルが低かったとしても推奨度は A だったりする。害はないからやってもいいよ、みたいなものですね。患者の価値観を導入したガイドラインの作成は難しい。しっかりと反映されているけれども、臨床では患者の価値観の可視化が重要であると。やはり臨床実習ではガイドラインを見ることが大事である。患者に説明するときには全ての選択肢を同等のものとして記述することが大事。患者の理解と期待を吟味して希望、プリファレンスを特定せよ。エビデンスを土台とする個別性や経験との統合が EBPT。リハ分野は不確実性が高い分、このバランスが重要である。コミュニケーションは意思決定を円滑にするものである。これのバイアスを知る必要がある。SDM というのはシェアードディシジョンワーキングですね。そして下肢キネマティクス。足外返し筋力は抵抗をかける部位によって指導者筋が長腓骨筋もしくは短腓骨筋に分かれる可能性がある。MLA というのはメディアルロンギトゥーディナルアーチ。後脛骨筋機能不全であっても他の筋で代償する可能性がある。CII、クロニックアンクルインスタビリティではカッティング動作時のヒップ、股関節屈曲、膝屈曲が大きいと。小肥靭帯も前鋸肥靭帯も腓骨側への負荷が大きいが腓骨側が脆い可能性がある。靭帯の遠性脂質というのは相乗構造ですね。靭帯の走行が少し変わっていることによりストレスを軽減できている可能性があると。部分荷重歩行練習はその場足踏みを30回程度やると荷重遵守が上手になる。ATFL について、ATFL のラップアランド構造というのは走行が少し変わるんですね。ATFL も小肥靭帯も腓骨側への負荷が大きいが腓骨側が剥離しやすい。LLC というのはラテラルリガメンツコンプレックス。急性期内反捻挫にはテロスを用いるべきではない。フリーマンらの固有知覚欠損説というのもある。捻挫した人の 4% が競技の変更を余儀なくされる。カーノラが唱えるクロスサポートメガニズムというのもある。CAI ではしばしば歩くだけでも捻挫してしまう人がいる。エコーでの音響違法性をアーチファクトという。エコーは骨で反射されるが、それは骨表面を明瞭に描写できるということでもある。意味のない靭帯は存在しないと考えるべき。靭帯損傷は短縮位での固定が一般的だったが、伸長位で固定することにより、修復過程におけるコラーゲン繊維の直列化が起こり、治癒が促進されるという説もある。靴は夕方に変えとよく言われる。足は朝に比べて夕方に大きくなるためである。そして、F スキャンのヒステリシス測定特性というのもある。内反捻挫は減速動作で起きやすい。センサーシート型のものは髄の場所に行ける。股関節伸展筋や外転筋の弱化が認められるんですね、捻挫では。母趾は変異した重心を支持する作用、側趾は重心を中心に戻す作用を有する。断層像を見るエコー検査をBモード像という。